おお、本当だ、いるじゃん、いるか。生イルカだよ、生イルカ。生に決まってんだろ、泳いでんだから。天然って言えばいいの。天然に決まってんだろ、養殖物のイルカなんか見たことあるか。うわー、ほら、近づいてくるよ。はしゃぐやろ、子供じゃないんだから。あ、いっぱい近づいてくるよ。ほら、ほんとだ。おお、なんだ、すげえ、一気に来た、一気に。おお、なんだ、すげえ、すげえ、すげえ、いっぱい来た、いっぱい来た。でかい、でかい、でかい。おお、なんだ、あれ、なんだ、おお、あれもでかい。おお、いや、今日はイルカ日和だな。あれ、今日は4月25日だよ。4、2、5、4、2、5、イルカ。あ、今日はイルカの日なんだ。え、なんで。あー、跳ねた、高い、高い。おー、また跳ねた、高い、高い。おー、すげーすげー。おー、なんだこれ、なんだこれ。おー、なんだこれ、すげーすげーすげーな、イルカのジャンプ力、すげーな。んで4月25日がイルカの日なの。うるさいな、もうイルカ見ろ、イルカ、ほら。おー、すげーすげー。すごいジャンプすんだよ、すごいジャンプすんだよ。もう遠足じゃないんだからさ、もう大人なんだからはしゃぐなって。テンション低いっすね。イルカ日和だ。いやもう頭痛くてさ。何よ、二日酔いでしょ。船酔いで二日酔いで、しかもさっき隕石降ってきてさ、ここにガーンって。あ、最近多いよね、隕石。あ、俺もさ、この間さ、こんくらいの太さの、ま、こう先がこう尖ってる、うん、隕石が、隕石4針よく死ななかったね。まあ、さすがにね、精神の沙汰は冷めない。いやー元気そうだね、学生諸君。おはようございます。おはようございます。おはようおはよう。そして、大いなるわだつみにおはよう。先生、もうイルカがすごいですよ、もう。イルカ、結構だね。佃煮にするとうまい。佃煮にするんですか。するね。これから向かうグラディスカ島の人々はね、イルカを佃煮にしてナッパを添えて食べるんだ。すごいなぁ。さしずめ佃煮のヌーベルバーグってことですね。いや、嘘だよ、嘘に決まってるでしょ。今回の研修旅行で向かうグラディスカ島はね、4月25日は4、2、5でイルカの日だ。国を挙げてのお祭り騒ぎだ。やっぱりあるんですか、イルカの日。だから言ったでしょ。だから嘘だって。先生は毎年この船で島を訪れているんですよね。うん、まあね、もうかれこれ20年になる。この船も昔から変わらない。お、トビウオ、トビウオ、すげえすげえすげえ。お、すっげえ、超大量のトビウオ。いや、だってすごいんだって。すごいよ、これは。すごいよ。わあ、本当だ。あ、結構いるね。海の仲間たちの歓迎もあったし、ここで一つこの船にまつわるちょっと面白い話を聞かせよう。お、それはひょっとして怪談話みたいなやつですか。聞きたい、聞きたい。ええ、怪談というほどでもないけどね、ちょっと奇妙で薄気味悪い話でね。トビウオ結構いるね。こんだけ年季入った船だったら、そういうなんかありそうですよね。なんか、訳ありな感じ。ねえねえ、おいおい、一人にしない。トビウオ見ようよ、トビウオ。遠足じゃないんだから、そんなにはしゃぐなって。あ、トビウオ嬉しかったな。なんだそれ。いやいやとにかくね、この船で昔から働いている清掃員のおじさんがいてね、甲板をデッキブラシでこすりながら、それは懸命に働いていたんだって。で、さっきの会談はもう始まってる。それでね、そのおじさんがね、ある時からおかしくなってしまったんだ。なんでもデッキブラシで床をこすりながら、海の遠くの方をぼんやり眺めているんだって。何をしているんですかと。サーカスが見えるんだ。ほら、そこに一輪車に乗った女の子があって、つぶやくんだとか。つぶやく、ああ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 、すまない、イルカに乗った、イルカに乗った、イルカに乗った。おっさんが、おっさんだよ。デッキブラシは、はい、よっ、なんだ、なんだ、お、乗った、乗ったの。ああ、落ちる、落ちない、なんだ、なんだ、なんで中途半端だ。えパッパン、飛んだ。え、なんだっけ、魔女宅。あ、まさか、ラストシーンだ。あ、ないあ、こんにちは。え、普通に挨拶。あなたは。あ、これは教授。
今回も研修旅行ですか。いいことですね。知り合いですか。知り合いというかその…そのデッキブラシちょっと見せてもらっていいですか。今日は絶好のイルカ日和ですね。いやそうですね。てか、なんですかあれ先生。何事もなくやり過ごそう。しれっとしていたまえ。しれっとしていたまえ。だってなんか、ハチマキしてたよ、ハチマキ。じゃ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 ん、じゃ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 ん、じゃ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 ん。楽しいサーカスの始まりです。最初にこれは、はい。君ちっこいからこれ。ちっちゃっ。はい。何それ。じゃあ開幕しますね。じゃん、どん、どん、パン。じゃん、どんどん、どんパン。清掃員のおじさんがね、夜の海を見ながら霧の向こうのサーカスの幻想に取りつかれてしまったんだって。そしてあれよ、デッキブラシ一本持って夜の冷たい海に、ドボン。もう10年も前の話だがね。じゃあさっきも、いや、だって幽霊にしてはさ、なんかすごいリアルだったよ。そうだね、うん、そしてその夜から海風に乗ってどこからともなく男の声が。黙って、なんて言ったんですか今。まあ信じるも信じないも君たち次第だがね。なんか面白いんだかつまんないんだかわかんねえわ。イルカたちも元気だし、愉快愉快。